どうも、どんちゃんです。今日はですね、カリフから商品が届きましたので、こちらを紹介していきたいと思います。カリフというとね、エクストララージとかを取り扱っている、公式ショップですけども、今回購入したのは、なんと X ガールの商品を購入しました。でね、メンズのエクストララージ、ウィメンズの X ガールっていう風にね、展開してるってことは、X ガールはね、男が着ちゃいけないのかと言いますと、そうでもありません。確かに、X ガールの方が女性向けのデザインが多いかもしれませんが、気に入ったデザインがあればね、男性でも全然着て OK なので、そちらをね、今回購入したということで、実際サイズ感がどうなのかとか、実際着たらどうなのかっていうのをね、お見せしたいと思います。はい、それでは実際に、開けていきたいと思います。今回購入したのは、こちらの T シャツになります。こちらはね、漫画家の桂正和さんとの、コラボ商品になります。はい、で表にはね、おそらく桂正和さんの、サインとX ガールっていうロゴが入っています。はい、でこれ裏がすごい良くて、はい、こちらのね、女性が描かれてるんですけども、この絵の中の女性が、X ガールの T シャツを着てるっていうね。しかももうすごいいいですよね、これデザイン。もう見た瞬間にこれは買いだなと思いました。はい、桂正和さんとのコラボに関しては、漫画のね、ビデオガールのとかとのね、コラボもあるんですけど、こちらは、桂正和さんが X ガールのために書き下ろしたデザインだそうです。はい、こんな感じでは、実際にこちらを試着していきたいと思います。はい、まずはジーンズと合わせてみました。ジーンズと白 T シャツなんでね、間違いない組み合わせですよね。はい、で今回本当は XL サイズが欲しかったんですけど、売り切れてたので、L サイズにしました。でただでさえね、ウィメンズなのに、普段 XL 着てる僕は L で大丈夫かなと思いましたが、全然大丈夫でしたね。はい、L なので比較的ジャストフィットっていう感じです。はい、でちなみにエクストララージと X ガールって、同じ例えば L サイズだったら寸法はほぼ変わらないみたいなので、エクストララージとかを持ってる人であれば、普段着てるサイズをそのままのサイズを買えば大丈夫だと思います。はい、じゃあ回ってみます。じゃあ次のデザインというか次のコーディネートに行ってみたいと思います。はい、次はね、同系色のスウェットとこう合わせてみましたが、なんか柔らかい感じがしてなかなかいいですね。はい、こんな感じです。はい、こちらね、後ろのデザインがすごくいいので、自分で見えないっていうのがちょっと残念ですけどね、後ろを歩く人の注目を集めることは間違いないでしょう。はい、それでは次のコーディネート行ってみたいと思います。はい、次はね、ちょっと太めのカーゴパンツと合わせてみましたが、これはそうですね、ちょっと変わった着こなしで人と差をつけられそうな感じですね。はい、次行ってみます。
はい、最後はね、まあ、ハーフパンツと合わせてみましたが、こちらもバッチリですね。まあ、なので真夏でも全然いけますね。はい、というわけで今回は X ガールの T シャツを紹介してきました。でね、キック部のところ X ガールって男が着ても大丈夫なのってことなんですけども、まあ全然大丈夫ですね。はい、なので、まあ、ウィメンズですがね、気に入ったデザインがあったら、まあ、ぜひ買ってください。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。